いいね。いやー、しかし美味しそうなのである。私もヌン活、ヌン活をすべきだろうか。ヌン活で、ヌン活でゴゴティーを浴びなくては。はい、ということで、バカコクリハです。集まる動物の森、ハッピーホームパラダイス、続きをプレイしていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。ありがとう、マキバー。よし、ガチ中華、ガチ中華、ガチ中華。ドライヤー。さてさて、まあ挨拶もそこそこにお仕事していきましょう。仕事しまーす。うん。はーい。ガチャガチャガチャ。行ってきまーす。前回は奥ちゃん、奥太郎の玄関出て1秒で海やってまいりましたけれども。誰が代わりに来てるかね。誰だ？君か。雲の上で星を見ながらケーキに囲ま、やろう？なんだろう、ケーキっていう単語だけで声かけちゃった。ダワに直球、聞かせて聞かせて。うん、ワニさんになるともうケーキとかっていうより私の手ごとバクって言ってしまいしょ。こう差し出したケーキを私の手ごとに。星空ケーキドリーム、かわいい。はーい。星空ケーキだから高台がいいね。高台。ここにしよう。風子がいるし。一回にしましょう。はーい、任せあーれ。うん、星空ケーキドリーム、かわいい、かわいい。ちょっと夜にしよう。久々になんか天気変えるかも。ちなみにオーダーは、うん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 、なるほど。とりあえずちょっと階段変えるか。階段がいいな。石の階段。鉄骨とかだとあれだから石かな。お家どうしよう。ね、これ割とこの形好きなんだよ。なんか汎用性があるっていうか。ちょっと待って。アルベルトさ。アルベルト、アルベルトか。黄色くて茶色っぽい斑点。
か、かわいい。かわいい。かわいい。いやー、でも、あれだな。違うな。わらの屋根、ちょっと違うな。わら、かやぶき屋根、ちょっと違う。これいいんじゃない？あ、ちょっと中目立たないね。いっか。で、どうしようかなとか。どんな感じ？ここ置きたい。ここ置いたらさ、横もう抜けられへんよな。あ、そう。ちょっとごめんね。君たちちょっとこっち来ててもらっていい？ごめんね。そうだよね、やっぱり抜けられへんよね。キスケスのランプ、イースターの方が可愛い説。イースターの卵って食べられるんだよみたいなことを誰かが言ってたような記憶。柱、残りの柱色変えれたよね。怖っ。怖かった今。なんかこの世界のものじゃない感がすごいな。ちょっと違うな。やっぱランプがいいかな。キノコのランプもこれはこれで可愛いか。三日月チェアを右と左で一個ずつ置きたい。シンメトリー。
か光ってる感じの家具でなんか面白いのないかな。シーンをさ、もう右から左に風が流れる。いざまわり、夜の明かりに照らされて、いざまわれるように来た先にあるケーキ屋さんじゃないけどさ、なんかそんなようなイメージで、なんか可愛い空間を作りたいんだけど、私にセンスがなさすぎて可愛さのかけらもない。可愛さがない。どうやったら可愛さ出ますか？オレンジってないの？右奥になんか高いもの建てたいな。手前側だよな。お外は全然バチッとこない。いつもじゃんというツッコミがされそうな気もしなくもないけど、でも困ったらなんかやっぱ気になっちゃうんだよな。でもそもそもここ木置かれへんやろ。そうだよね。あだから木じゃなくて、あのあるで、ちょっと存在感のある、同化してんな。同化してるっていうの。ってなるとやっぱ光る系だよな。光ってんの？このパラソルって何をもって光るっていうの？光るとわかるじゃない。ただのキノコのパラソル。あ
仮の毛でちょっとそーっとして、なんでピサのシャドウがあるんですかね。ダメだ、可愛くできない。中入ろう。ちょっとまた、ドンガラガッシャン来たら、頭に、私の頭に雷がドンガラガッシャン来たら考えよう。星空ケーキドリーム。星空のループルデスターズ、もうねえとね、ちょっと考えてるのは、あ、どうしようかな。ちょっと、なんか思ったよりうまくやれなさそうなんだけど。これとこれ逆の方がいいのかな。あ、ちょっと、よいしょ。こっちで、こう。ってなると、お部屋の広さが足りないよ。話になるんだけど。あれ、そしたら。あーでもいるか。
ああ、どうしよう。ああ、どうしよう。もうちょっとなんか、あったりするかな。いやー、でもこれぐらいしかないなぁ、とは。受付カウンターよりかはマシか。上に乗るのなんか乗らんよな。そうだな。ああそっか。これじゃなくて。色あるかわからんけど、こっちでもいいのか。あ、間違った。仕切らない方がいいな、やっぱり。まだこっちの方がいいか。まあ、いっか。おすすめの、あ、そういう感じ？ハグでさ、ロンテーブルでなんかいいのないかな。貝殻の。これぐらいしか作れないか。キノコのテーブル。キノコの方がなんか。いいね。
これ以上いかないのに。これ以上いかないのに。なんか、ウェルカムみたいな感じにしようかなと思ったけど。ふわふわしてそうな。椅子はないか。違えたごめんね、もうちょっと待ってね。ああ、でも今座っとくか。いい感じの椅子はな、椅子？ソファーかな。やっぱローテーブルあんまない。これやると、あれやな。こっちにした方がいいまであるな。あ、違う。ごめん。ごめん。あれ？こう見ると狭いよな。こんだけは開けときたいよな。室みたいになっとる。個室みたいになっとる。あれもいいかもしれない。なんだっけ。
漫画喫茶。おすすめからもらおうか。ヌン活でヌン活でヌン活でゴゴティーを浴びて青春って青春ってすごく密なのんで、で暗くして、下げるのちょっと違うか。なんかお星様みたいに見えるライトはさすがにないか。ちょっと可愛い形のライト。これは普通に出るんですね。なんか夜のおしゃれなバーみたいになってんな。あ、しまった。そういえば前回奥太郎の顔写真飾り忘れたな。こんなもん、ね、ここでケーキとか注文して、まあ、ちょっとソファー、よいしょ、ソファー席があって、なんか、ちょっと特等席っぽい、キノコの机。キノコの机に対してこのソファーは高さ合うんですか？あう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 。あ、で、あれか。ヒーリング。あ、ちょっと明るくなってる。プラネタリウム作りたい。できた。ムービーあふれるブローになってますよ。ライトかわいいな。いいえねー。なんか
角度いいね、かわいい。そのままでいいかな。よいしょ、ここら辺でカメラを構えて、いや、こっちよりキノコの方がいいかな。あ、ちょっと、まあ、いいか。大丈夫かな。ちょっと絶好の写真スポットがあったら。これ以上な。美味しそう。逆向こうか、ね、逆向こうか。あ、ちょっとあなた移動するの早いわよ。もう一回座って、もう一回座って。ちょっと。アルベルトなのか。これ以上大きくできないか。もうちょっと大きくできるな。何を考えているんだろう。お預け食らったのかな。できたよ。うん、入ります。うん、ありがとう。バイバイ。では、帰りましたー。やったー。終わります。はーい、よし、はい、ということで本日はアルベルトの星空ケーキドリーム作ってまいりましたけども、あれね、心地いい音楽、このヒーリングの音楽が心地よすぎて眠くなってくるという、ちょっと予想外の、あれがありましたけど。なんか、ケーキ屋さんっていうより、なんか星空をモチーフにしたバーになってしまった感があるので、ちょっとなんかもうちょっとポップな感じにできないかまた考えよう。でもなんか、お部屋を暗くしてあのライトを当てるのは結構良かったね。はい、ということで、本日ここで終了です。また次回をお楽しみに。いやー、でも一瞬意識が飛びかけたような気がするけど、きっと気のせいでしょ。飛んでたら多分
早送りかカットになってると思うけど。